この階段を登って、実は今こちらの部屋には僕たちのお姫様葵ちゃんはピーリの準備をしています。確認しましょう。夏休み最高ですよね。実は今年も行きたかったけど行くことできませんでしたよ。これは日本です。そうヨーロッパみたいですけども、今回は佐賀にあるのポーセレンパークよりの僕マックスリポートですよ。なぜなら実は今回はね、僕たちが大好きの葵テイシマ葵ちゃん、の新しい PV 新曲の PV をここで撮影されていますですからね、まずはちょっと有田ポーセレンパークを紹介します。僕はあまりわかりませんが紹介は簡単ですよ。絶対バブル時代、超バブル時代で作ったところですけども、こちらの、後ろにある宮殿は、ドイツのドレスデンという町にあるの本当の宮殿、ズインガーという宮殿のレプリカですよ。で中には博物館、こちらの右側のところは焼き物、有田焼きやヨーロッパのポーセレンの焼き物の博物館。そしてこちらは実は博物館ではありません。あれはなんと薬局です。なぜならここに来るのお客様はほとんど中国人ですよ。でそちらの中国人のねお土産はね、日本の薬が大好きからね、それは薬局、日本の薬買うことできる場所ですけどね。はい、ということは、こちらは日本ですけども雰囲気はヨーロッパですけども、周りの皆さんはね中国語を話してますから結構インターナショナルって感じますですよね。 Let's check out Arita Porcelain Park。こちらの有田ポーセレンパークの宮殿の内のガーデンは、まあ、僕は好き。ちょっとやっぱヨーロッパ風広く感じてます。植物もちゃんとプワープワーって感じてるね、うん。でこの、ズベリッグ宮殿の後ろにはその電線があります。でこちらは佐賀から宮殿に宮殿僕のダジャレ本当に最低やね。今はね葵ちゃんはこちらの側、こちらのところに PV の準備をしていますので、ちょっと行ってみよう。今葵ちゃんはヘアメイクが始まった。じゃあこれから1時間後ぐらいでもう一度確認、もっと美人が誕生するって感じだね。これは準備中です。 DP ディレクターオブフォトグラフィーのヤスさんは監督ディレクターのシュン君、葵ちゃん役めちゃくちゃ可愛くてちょっと恥ずかしいけどこのシーンも撮れたい、ね、花を持ちながら、ね、でヤスさんは DP ですよね。はい、で DP っていうことはドンペリニョンしか飲まないだから。そうです。なんか見た目はヨーロッパって感じで結構綺麗ですけども、プラスチック薬局はこちらだ。はい、今は、その宮殿の前じゃなくて後ろから遊びに来てます。でここでちょっとなんか公園みたいで、後ろはねゲートボール場だから、多分朝7時8時ぐらいから、そのゲートボール仲間はここで集まっています。で綺麗ですけども人が少ないの気がするですよね。人が少ない、そうかも。
もうだからさこのヨーロッパ風のアリータポーセレンパーク宮殿にはマルコビッチのアナ見つかりました。マルコビッチ、マルコビッチ、マルコビッチ。そしてもう一つのちっちゃいマルコビッチよりもちっちゃいアナ見つかりました。これは見ることができるアリータポーセレンパークの宮殿の中にはなんとかスタイロフォームやない そっか見られる。でもこのカメラ動きやすい。